皆さんこんにちは、デジマーコッキングのチョです。今日紹介する料理は素食人です。素食人は中国の北の地方の人はよく食べる肉なしの精進料理の一種です。旧正月の時に食べる料理として重品目の野菜炒めとも呼ばれます。湯葉、キクラゲや季節の野菜などを混ぜたサラダです。今回は素食人のオリジナルレシピで手に入らなかった食材は旬の食材で代用しました。さあ始めましょう。まずは各野菜の下処理から始めましょう。地元ではこの料理に菜の花を使いませんが、日本では揃わない食材を菜の花など季節野菜で代用しました。皆様お好みの食材を入れてください。ボウルにたっぷりの水を入れて菜の花を振り洗ってください。水につけすぎると風味が落ちてしまうため、さっと洗うようにしてください。水で戻したキクラゲは戻し汁を捨てて、キクラゲの石突きを取り除いてから、手で食べやすいサイズにちぎっておいてください。白キクラゲがある場合は、同様にしてください。サヤエンドのヘタをポキッと折って、そのままゆっくりすっと先端まで筋を取ってください。上下を反対に持って同じように先端を折ってゆっくりと引いたら筋取りの完成です。途中で切れた場合は反対側からも同じように筋取りしてください。全部できたら水でさっと洗っておいてください。人参の皮を剥いてから短冊切りにしていきます。各材料の分量は下の概要欄に書いてますのでご参考にしてください。セロリは根元を薄く切り落として横に置いて5センチの長さに切っていきます。さらに繊維に沿って 0.5 センチ幅に切っていきます。葉っぱ部分は捨てずにそのまま繊維を断つように切ってください。茎の太い部分は繊維に沿って切り分けてください。葉っぱを外したカリフラワーは、枝分かれしたところに包丁を入れて、一房ずつ切り分けてください。サイズがちょっと大きいので、3分の2ぐらい使います。サイズが大きい方は、軸の方に切れ目を入れて、裂くようにして大きさを揃えてください。全部切り終わったら、塩と食用重曹が入った水に入れてよく洗ってください。よく洗って汚れを落としたレンコンの両端を薄く切り落としてから、繊維に沿って皮を剥いてください。端から幅3、4ミリぐらいの輪切りにしてください。変色を防ぐため、切った後はすぐに酢水につけてください。生姜の皮を剥いて細切りにしていきます。長ネギは5センチほどの長さに切って、繊維に沿って細切りにしてください。これで下準備の完成です。鍋にたっぷりのお湯を沸かして、塩と油を加えてください。長ネギと生姜以外の野菜を下茹でしてください。すべての野菜を一気に入れないでください。茹でる順番は、浅い色の野菜から深い色の野菜の順で、それに、アクがない野菜からアクが少ない野菜とアクが多い野菜の順によって茹でてください。下茹での後はまだ炒めるため、カリフラワーは2分ほど茹でて、セロリの茎の部分は30秒茹でたら、葉っぱも入れてさらに30秒ほど茹でます。野菜を下茹でするときに必ずお湯を沸かした後で野菜を入れてください。人参は1分ほど茹でます。サヤエンドは1分を目安に茹でます。
菜の花は30秒ほど茹でます。レンコンを茹でると、レンコンの粘り成分が出るため、他の野菜の後で茹でた方がいいです。2分ほど茹でてください。レンコンの厚さによって茹で時間を調整してください。キクラゲはアクが多いので、最後に茹でてください。だいたい2、3分茹でます。もちろん各野菜はお好みで茹で時間を調整してください。茹でた野菜をザルにあげて、しっかり水気を切っておいてください。お好きなナッツを用意してください。もともと生のピーナッツを使いますが、スーパーで販売してるのはほとんど塩付きなので、素焼きのカシューナッツで代用します。鍋にたっぷりの油を入れて、弱火にかけてください。長ネギと生姜、ローリエ3枚、八角1つと山椒小さじ2加えてください。山椒を加えたら焦げやすいので、よく全体を混ぜながら炒めてください。焦がさないように10分ほど炒めてください。こんがりと焼き色がついたら火を止めてください。長ネギなどの調味料を取り出してください。八角とローリエ以外の調味料を捨てないでください。油を中火で熱したら、茹でた野菜を入れて軽く炒めてください。全体に油をなじませたら、素焼きカシューナッツを加えて炒め合わせてください。炒めすぎるとシャキシャキの食感がなくなって、せっかくの旨味も香りも飛んでしまいます。全体に手早くかき混ぜたら火を止めてください。ごま油と塩で調味してください。全体的に味をなじませたら出来上がりです。すぐに食べてもいいし、冷まして冷蔵庫で一晩置いた後で食べたらもっと美味しくなります。キクラゲを入れたので、冷蔵庫で保存する場合は2日間以内食べてください。常温で保存する場合はできるだけ12時間以内で食べてください。もし冷凍保存したらおよそ1ヶ月ぐらいです。先ほど油を作って残した香辛料はおかゆや温かいご飯によく合います。あるいは麺にトッピングして簡単な調味料をかけるだけで混ぜ麺が出来上がりです。いろんな季節の野菜を集めて、春の香り満載で色鮮やかな見た目を楽しめる薬膳サラダです。野菜を茹でて混ぜるだけで美味しい一品です。ぜひ作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。